外に出らんねえのは同情するぜ。でもなんで自分でやらねえんだ。やれんならやってんだ。私足手まといでしかないし、そんなに言うならお望み通り。おとりになっ、あんな男らしいところあったの。俺は木下和也、二十歳、都内で一人暮らしをする大学生だ。